ドロシードレーパーはアメリカの女性インテリアコーディネーター。ドロシードレーパーはニューヨーク州にあるタキシードパークで幼少時代を過ごす。チューダー様式の屋敷に住み、休暇はフロリダの別荘や海外で過ごすといった裕福な家庭で育つ。ドロシーの祖,祖父はアメリカ合衆国独立宣言書にコネチカットの代表として署名したオリバー・オルコット。 1912年23歳の時に、医師ジョージ・ドレーパーと結婚し、三児の母となる。ジョージ・ドレーパーは、第32代アメリカ合衆国大統領の、フランクリン・ルーズベルトと、大学時代からの旧友であり、主治医も務めた人物。ジョージ・ドレーパーとは1929年に離婚。ルーズベルト夫妻、ウィンザー卿など、名立ちたる著名人との親交を深める。 1969年、死去。自宅の改装を機に、社交界の知人、友人から、リフォームや、インテリアコーディネートを依頼されるようになる。それが不動産開発を手掛けるダグラス・エリーマンの目に、泊まり、マインハッタンのホテル、ラウンジの改装を受け負うようになる。1923年に、ドロシードレーパーカンパニー・インクを設立。アメリカで、 初めてのインテリア会社となる。大胆かつ優美なデザインに、斬新な色彩感覚を取り入れたモダンバロックスタイルの作品は、レストラン、ホテル、ラウンジ、劇場、乗用車、飛行機など多岐にわたり、ドレーパータッチと称された。2006年ニューヨーク市立美術館、ザハイスタイル・オブ・ドロシー・ドレーパー2007年、テキサス州ダラス、イン・ザ・ピンク。 ザ・レジェンダリーライフ・オブ・ドロシードレイパー2008年、フォート・ローダーデール2010年、東京ビッグサイトインテリアフェスティバル2010、ドロシードレイパーの世界展。ありがとうございます。